こんばんは、サトルです。嫌なことがあって家に帰ってきて最初にやること、それはヨガです。僕はいつも夜寝る前のヨガと言ってますが、家に帰ったらすぐにヨガをやりたいというリクエストをいただきました。バツイチアラフォー独身ゆかりさん、 YouTube されてる方ですよりリクエストをいただきました。そのタイトルの通り、バツイチでアラフォーで独身で一人暮らしされてますが、お家で僕の YouTube やってくれてる動画が出てますので、見てくれたら僕も嬉しいです。で、リクエストがあった通り、家に帰ってすぐにヨガをしたい日は今日のようなヨガをやりましょう。家に帰ってリラックスしたくてもなかなかできない日がありますね。ヨガをすると体も心も緩んでリセットされて、穏やかに自分の時間を満喫できると思います。もちろん明日も心地よく過ごせるでしょう。ヨガを習慣にしたい人はチャンネル登録をすることでヨガライフをスタートさせてみてください。今日も一日お疲れ様でした。じゃあ今からヨガをやりましょう。じゃあ最初あぐらで座ります。足重ねないあぐら、どっちが前でもいいです。重ねないのがしんどかったら重ねてもいいし、厳しい決まりなんかないです。では膝かももの上、手のひら上でも下でも、でしばらく呼吸します。目は薄めか閉じるかにして、呼吸鼻から吸って鼻から吐きます。深呼吸、深呼吸の音聞きます。深呼吸、最初その音聞くのがじれったい時があります。ヨガするっていうと気持ちを沈めようと焦ってたりする時がありますが、ヨガ始まったからといって早く穏やかになろうとか柔らかくなろうと焦らないです。別にそれがゴールなわけでもないです。ゴールがあるとすれば、呼吸聞こえてたら全部がゴールです。今聞こえてたらもうついてるので、実は焦りようがないです。呼吸聞こえるでしょうか。どんな一日でもちゃんと呼吸が聞こえます。深い呼吸の音はどんな音でしょうか。自分の呼吸をよく聞きます。結論なんか別にないです。よく聞きます。おしゃれな言葉もいらないです。とにかくよく聞きます。よく感じます。呼吸、体、五感で感じます。両手であばら触って吸う息であばらが膨らんで、吐く息でしぼんできます。手のひらで感じてるあばらの動きも自分の呼吸。今度吸い切ったら止めて、もっと吸って、もっと吸って、止めて、お腹へこます。ゆっくり吐きます。深く吐き切ってからもう一回深く吸って、吸い切ったら止めて、もっと吸う、もっと吸う、止める、吐きます。今度両手胸の上の方、鎖骨の下のとこ、ここに吸って、鳩胸みたいに吸ってゆっくり吐きます。その時の呼吸の音も聞きながら、もう一回吸って、肺は鎖骨のちょい上まであります。
吸い切ったら止めて、もっと吸って、もっと吸って止める。お腹はへこます。この時背骨が長くなる。止めといて。ゆっくり吐きます。呼吸の音聞こえてますか？吐き切ったらもう一回深く吸って、よく吸い切ったら止めて、もっと吸って、もっと吸って止めて。顎引く。お腹へこます。肛門ほんのり締めて。ゆっくり吐きます。長く長く、まだ吐いて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 、手をほどいて、ちょっと呼吸します。あばらも胸も使って。人間って吐く息ごとに余計な力が抜けるって言われてます。知識いらないです。本当かどうかは体で感じてみてください。深い呼吸の時聞いて、吐く息ごとに力って抜けるのかなって、よくよく感じてみてください。ヨガとは自分と向き合うこととか言うけど、何も難しくないです。五感で自分感じます。難しい言葉もおしゃれな言葉もいらないです。両膝立てて、足は肩幅の2倍ぐらいね。で、膝の角度は横から見たら90度ぐらい。足パタパタ倒して、膝が外も内もつけばベストですが、あんまり無理すると膝がねじって痛いので、ねじれるような不快感が膝にあったら無理しないでください。無理しなかったら不快感がないです。シンプル。足の付け根をこれ動かしたいのね。足の付け根のことを股関節と言います。股関節は骨盤周りね。足の付け根があったかくなるけど、気のせいじゃなくて血液であったかくなってます。何で温めてるかって、自分の血液で温めてます。温かい血液はあります。自分の中にどんな冷え性な人も必ずあります。なくなるわけがないです。それが巡って温かいです。真ん中で動き止めて、足伸ばして、今度は肩幅ぐらい、足の甲ピーンって伸ばして、グーって曲げて、ピーンって伸ばして、グーって曲げて、深呼吸しながら繰り返して、ふくらはぎの筋肉をよく使ってます。ふくらはぎに滞ってた血液が自ら筋肉使うことで心臓に巡って、またフレッシュな血液に戻っていくとき、体ってリフレッシュします。これ自ら伸びきった人を大きな丸描きます。内回しでも外回しでもどっちでもいい。その代わり丁寧に大きな丸描いてみてください。みちみちと体のこと感じながら逆回しというか、感じてないとできないです。呼吸の音と体の感覚。あんまり頭いい部分いらないです。五感、感情、感覚、気分、今それが一番大事。だいたい後回しにしてたとこが今一番大事。今一番メイン。動き止めたら指でグー作って、チョキ親指だけが手前で、逆チョキ親指だけが前。まあまあ難しい。パーグーチョキ逆チョキパー、繰り返して、グーチョキ。指は指だけじゃなくて、実はこう足もつながってて、全身つながって、顔の表情ともつながってますよ。逆チョキファーグー。足の指はすごく大事。チョキ、どんな顔してるかも影響する。逆チョキファー、もう一回だけグーチョキ逆チョキパー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 。指動かした時にちょっと笑えたら関係してます。それもほどいて、安楽座戻って、じゃ両手膝触る、ちょっと前のめり、右に
体傾けて、これ僕逆やります。右手ついて、左手は膝ちょっと内側押して、できたら腕伸ばして、上の肩巻いて下に近づける、グーって。腕はまあ伸びてた方がいいです。で呼吸する、深く吸うときキープ、深く吐きながら上の肩がちょっと下に行く。これ競わずやってみて、吸うときはキープで、吐くときは 0.1 ミリだけ床に近づけて、人から見えないぐらいがちょうどいいです。自分だけが分かるぐらい。やりたいのは肩周り肩甲骨裏ストレッチ、筋肉使いながらストレッチ。分かりやすく言うと、背中の張りが吐く息ごとにほどけてきます。そこにフレッシュな血液が巡って、老廃物流していくとき、余計なものがサラサラと流れてきます。これ体の機能。深く次吐いたらゆっくりゆっくり戻して、戻った人から逆ね、今度は左肩向いて上の肩巻く。これ痛いほどやらないで、痛かったらヨガじゃないです。痛いことしにヨガやってないです。自分の吐く息ごとに上の肩がちょっとこう巻いて、別に人に見せるわけじゃないから最高記録目指さなくていいです。その辺がスポーツと違うとこかな。柔らかくなる練習ではないです。呼吸の時超えてるでしょうか。ここら辺りから耳澄まさなくても呼吸の音がよく聞こえるようになってきます。よく聞こえてきます。よくよく聞こえてきます。吐き切ったらゆっくりゆっくり戻してください。長い一呼吸、両膝立てて、手の甲がウエスト、肘を膝にかけてください。で、肘と肘近づけたいのですが、腕の力は抜いて足の力だけ使ってちょっと寄せる。二の腕あたりに効いてくるけど、これも気持ちいいとこで、痛くないとこ。緩いとでもつまんない、きついと痛いので、その間にしてください。呼吸も心地いいとこがきっと目安だから、呼吸の音よく聞きます。深呼吸、深呼吸心地よくて、体もきつすぎず緩すぎず、呼吸の音、巡る血液の音も聞こえるかもしれないです。そんくらい、そんくらい丁寧に自分を感じてみます。技術じゃないです。感じてみるか感じてみないかだけ、誰だってできます。ヨガ歴も関係ないです。誰だってできます。吐き切ったらゆっくりゆっくりほどいてください。ちょっとプラプラ、よし、四つん這いになって、骨盤の下に膝、肩の下に手のひら、足の指ついたらお尻持ち上げて、体が三角形みたいになって、膝裏ストレッチ、曲がっててもいいし心地のいいだけストレッチ。手でマットをして、脇の下も伸び感じれるかもね、背骨も伸びてく。で、全体として無理してない、技術よりも心地いいとこを選んでください。深く吐き切ったら吸う息プランクポーズ、プランクって言います。吐く息、膝下ろして、胸と顎を下ろして、胸はつけられる人だけ、吸う息でうつ伏せでちょっと止めようか、足の甲ついて、肩の下に手のひら、脇閉じる。で、肩怒り肩じゃないようにして、恥骨マットグッと刺す。これが伏せる時の基本。吸う息で手でマットをして、
背骨全体アーチさせて目線が上、半分は背筋使って肘曲げる、吐く息でもう一回ダウンドッグ、ダウンドッグって言います。さっきの体が逆さまで膝裏ストレッチ、何呼吸か置いて同じやついこうか。これ深呼吸のリズムで動いてみて、ずっと聞いてなかった深呼吸のリズムで、吐き切ったら吸う息プランク、よく吸って吐く息膝胸あご、吸う息コブラのポーズ、恥骨マットさして半分は背筋使う、吐く息でダウンドッグ、呼吸のリズム、吸う息右足を両手の間、吐く息でマットの前前屈、膝曲げてもいいので両手マットか足ついて、吸う息起きて頭の上合掌、吐いて胸の前に合掌下ろして、二呼吸ぐらい起きます。今はよく効いてるその呼吸とともに動きます。太陽礼拝という動き、全体としてのリズムが大事、音楽のリズムじゃないです、呼吸のリズム。深く吐いて、吸うとき両手頭根で合掌、上見て、これが吸って、吐く息前屈、膝曲がっていいので両手つく、これが吐いて、吸う息右足大きく大きく後ろでよく吸う、これが吸って、で吐く息ダウンドッグ、全体が深呼吸、吸う息プランク、これが自分の深呼吸、吐く息膝胸あご、これも深呼吸、よく吐くよく吐くよく吐く、吸いますよコブラのポーズ、心地よく反らして無理する必要ないです。吐きながらダウンドッグで3から5呼吸、膝裏が痛かったら曲げたらいいし、肩が痛み走ってたらちょっと腕が曲がっててもいいし、辛いんだったら背骨がちょっと丸くてもいい、自分の中で心地いいポイント探して、深く吐いたら吸う息右足両手の間、こう手を使ってもいい、足前後、吐く息で前屈マットの前、吸って起きて頭の上で合掌、吐いて胸の前、逆をもう一回いこうか、吸って両手頭の上で合掌、大事なのは深呼吸、吐いて前屈、吸う息左足を大きく後ろ、別に誰に見せてるわけでもないです、吐く息ダウンドッグ、ただ自分が自分のことよく感じてください。吸いますよブランク、呼吸はよく聞こえますか、吐く息伏せる膝胸あご、体ってどんな感覚ありますか、吸う息コブラのポーズ、心地いいとこはどれぐらいですか、吐く息ダウンドッグで3から5呼吸、ポーズはそんな頑張らないで、ただ呼吸は多少一生懸命してみて、きっと自分が思うよりよく吐けるし、思うよりよく吸えます。もう一呼吸深く吐いたら、吸う息左足両手の間、よく吸う、吐く息でマットの前前屈、よく吐く、じゃあよく吸いますよ、起きて頭根で合掌、どこまでも上見て、吐いて胸の前を下ろしてきて、ちょっと呼吸、動けば心臓がドキドキ言ってますね、ちゃんと。その時温まってて、余計なものが流れてきます、必要なものが運ばれてます。心臓が動いてるということはちゃんとできてます。呼吸が聞こえてたらヨガはちゃんとできてます。吸う息両手頭に手合掌、吐く息前屈して、吸う息じゃあ左足を大きく後ろで、マット横向け使おうか、逆になっちゃった人はこっち向いて、今向いた方が、今こっちが前ね、つま先前向けて開脚前屈、膝曲がってもいいから両手つきます、膝裏ストレッチ、股関節もストレッチ、足幅はこれっていう正解がヨガないんですが、心地よく開脚前屈できるとこ、体を起こして、今度いける人、お祈りの原骨を背中で作って腕伸ばして、で上体だらんとして、で原骨を前の方、肩甲骨もストレッチ加える、あと深呼吸、膝裏もも裏肩周り、あと肩甲骨、要は体の背面、精神的緊張が背面を固めるって言われてます。
じゃあ今逆やりましょう。緩むようなイメージを送れば、体が受け取った時緊張ほどけてきます。自分が緊張させたんだったら自分がほどけるはずです。というか自分にしかほどけないから、熱い呼吸をもう一呼吸送ってみてください。深く吐いたら両手ほどいて手ついて、じゃあ最初の正面にテケテケ歩かしてきて、後ろ足を揃えて前屈して、お尻しゃがみ込んだら、今からヨガで一番大事なポーズ、マットに仰向けになって、息切れててもいいです。しばらく仰向けになるだけ。これヨガのポーズ、シャバーサナって言います。一番大事なポーズ。さっきまで簡単なポーズでも、手の位置こことかいろんなこと言ってきましたが、それより一番大事なポーズは、別に教えることは何もないです。コツもいらないです。体があるよっていうポーズだから、うまくやりようもないです。もうあるので、呼吸も普通の呼吸するだけ。結論なんかないです。しばらくそういう大事なポーズ。シャバーサナ続けたい人はもう少し続けておいてください。起き上がる人は膝立てて転がって最初の安楽座に戻ります。
あぐら。ではこれで今日のレッスンを終わりたいと思います。僕はこんな感じでスポーツやエクササイズとはちょっと違った感じのヨガをしています。特にヨガのレッスンの中の言葉をすごく大事にしています。ヨガのことを知りたい人は無料で学べるメールマガジンを発行しています。あとヨガの先生にはヨガの誘導の言葉の電子書籍を無料でダウンロード可能にしてあります。ヨガの先生になりたい人はオンライン対応のヨガインストラクター養成講座を開催しています。今なら LINE 公式を登録してくれると体験入学感覚の動画を見ることができます。その他 SNS もやってます。僕は動画を撮ってるのはオンラインでもリアルでもいつか皆さんとお会いできたらいいなと思ってこうやって動画をアップしてます。ではまた次の動画でお会いしましょう。